こんにご、クマのぬいぐるみじゃなくて冷えピタになりたい男です。ってことで、早速、イベントの情報を見ていこうと思います。予告、イベント、ともしびでいいのかな？ともしびのミラージュ開催についてということで、やってきました。マリアちゃん来たよー来てしまったよーお金だよーということでね、ロリマ冬です。幸せです。ここまで幸せを感じれることはなかなかないです。人生でもトップ5に入るぐらい幸せを感じております。ということで、イベント詳細見ていきましょう。はい。今回のイベントはね、チアフルライブではなく通常のイベント形式となります。開催期間はちょっと短めで、9月21日15時から9月29日までといった感じになってます。そして、イベントのね、タイプ見ていきましょう。タイプボーナスがハッピータイプで、キャラクターボーナスが上から順に、真冬ちゃん、みずきちゃん、りんちゃん、25時ナイトコードで、えな、なん、かなでちゃんということで、予想全的中初かな？報酬も含めた予想全的中初ですね。これに関しては超嬉しいのとともに、これは、ガチャを引かないといけない構成だったんで、はい、ガチャを頑張って引かせさせていただきます。正直ね、ちょっと編成とかの関係で、みずきちゃんも星4当てないといけないし、りんちゃんも星4当てないといけないし、まあ、冬ちゃんは絶対当てるんで、200連かな ?100 連ぐらいで撤退できるといいんですけどね、大変ですね。ということで、今からはね、編成の方を見ていきます。編成に関してはね、代用キャラ等もね、紹介していくんで、皆さんよかったら、聞いていってください。ということで、今回編成組んでみました。軽く組んでみてこちらになります。これが既存キャラクターで組める最強の編成ですね。はい。で、今回ね、代用キャラクターが少ないんで、まあ、ちゃちゃっとね、紹介していこうかなと思います。今回既存で組めるのが最大、220% で、星4持ってなかったらそこまで強い編成組めないです。で、ガチャの方でね、リンちゃんを当てることで 250% 編成を、組むことができるといったね、イベントになっております。で、代用見ていくんですけど、まず真冬ちゃんですね。真冬ちゃんに関しては、前回のペイルカラーですね。ペイルカラーのイベントの真冬ちゃんを持っていたらこれが星4で使えます。で、代用としては、2人。この体育祭イベントの時の報酬星3真冬ちゃんと、初期の星2真冬ちゃん、この2人が代用で使えます。で、水木ちゃんに関してなんですけど、みずきちゃんはこのみずきちゃんしかいません。こちらが、夏祭りイベントの星2報酬みずきちゃんですね。このみずきちゃん持ってなかったら他の、みずきちゃんじゃない、他のタイプでね、入れればいいかなと思います。で、ちょっとりんちゃんの枠は飛ばして、次にかなでちゃん。かなでちゃんに関しても、こちらのペイルカラーの星を持ったらこれを編成に入れてください。で、ペイルカラーかなでちゃんがいなかったら、初期星さんのかなでちゃんガチャゲンのやつを持ってたらこれを入れてください。これがいなかったら他の代用キャラはいないです。はい。みずきちゃんと同じです。そして、エナナン。エナナンに関しては、このペイルカラーの星4エナナンしかいません。これを持ってたらこれを編成に入れてください。これ持ってなかったら、まあ、ハッピータイプか別のエナナン入れましょう。そして、リンちゃんなんですけど、リンちゃんに関しては、このリンちゃんですね、ニーゴリンがまだ星3のこのリンちゃんしかいないんで、編成的にはエリアアイテムのボーナスの関係でこのリンちゃんを入れるか、別キャラクターのハッピータイプにしてハッピー染めにするか、どっちかがね、いいかなと思います。で、ガチャで引いたらもちろんガチャの、リンちゃんを入れてあげてください。今回のね、リンちゃんがスペース機なんで、130% アップのね、リンちゃんになるんで非常に強力だと思われます。といった感じかな。今回ね、編成とか代用のキャラクターがかなり少ないんだよね。で、あともう一個ですね。この星4メンバーとかに関してなんですけど、真冬ちゃん、みずきちゃん、りんちゃんが星4メンバーで、真冬ちゃん、みずきちゃんが、衣装がついてきて、りんちゃんが 130% スキルですね。で、えななんが星3報酬の、かなでちゃん星2報酬といった感じですかね。ワンチャン、えななんが報酬で、ハッピータイプで来るとかはあるかもしれないけど、そこまで望まない方がいいと思います。ということで、そして、ね、今回ジルさん、イベランします。はい。今回イベランしますんで、まあ、最低500だけど、ちょっと今回ね、例のガチャ企画のせいで石が使えないんで、石バンバン削ってイベランってことはできないんですけれども、まあ、ブーストね、3で、3だけで、行けるところまで行こうと思うんで、できればね、200とか300とか行きたいなと思ってるんで、お手伝いできるよって方は概要欄に Twitter のリンク貼ってますんで、そちらからね、ジルさんのイベランのお手伝い募集要項を確認して、お手伝いできそうって方はね、お手伝い来ていただけるとありがたいです。ということで、今回の動画終わっていきます。明日からはイベラン配信が、始まるんで、応援ぜひよろしくお願いします。ということで、ご視聴ありがとうございました。ガチャ動画も楽しみにしといてね。ということで、バイバイ。